Bounty hunters are supposed to die. Hey!
Where did you come from? Sightseeing? You picked the wrong goddamn place. Not really. There's a lot of stuff to see here. If you want to do a report, go down to the police, okay? ダッチんとこに部品あるってよ。けど届くのに1週間はかかるな。なんつったってここは僻地だからよ。そう、遠のはるばる東京からね。ねえ、兵隊が男撃ったわ、ついさっき。あ、そう。あ、そうって人が撃たれたのよ。ここじゃ珍しいことじゃねえよ。この町の半分は基地の敷地なんだ。他と違ってフェンスはね、どこが境界線なのか誰もわからねえ。だから何があっても軍事演習で済むってわけよ。撃たれても仕方ないってこと？日本だけど日本じゃないの。来年から地図にも載らなくなるかもな。でもよ、都会を離れて一人旅ってならぴったりよ。観光スポットだってあるんだぜ。今じゃクリスタルラグーンはダイビングの穴場中の穴場よ。ま、見たことは忘れんだな。奴らだって誰それ構わず撃つわけじゃねえから安心しな。撃たれる理由は一つっきゃないの。東条に逆らったのさ。2階の4号室。ありがとう。サンキュー。どうよ、感動的だろ。女の客なんか何年ぶりや。お前ね、もうちょっと感謝の顔しろよ。お前せっかく客連れてきてやってんだからよ。お前の連れてくる客はどいつもこいつも約束を守らねえ。は？前の男は1週間泊まるはずが2日で死にやがった。その前は着いた、その日にだ。あのね、女だよ、しかも観光客。お前そんな奴らと一緒に住んじゃねえっつうの。俺宿帳かけて、適当でいいから。なら書いといてよ。うん。で、ナミちゃんっていうの？さっき名字は適当につけて。じゃあ山田咲様と。俺アキラ。観光ガイドなら俺に任せてよ。金次第ではどこへでも連れてってやるからさ。ねえ、この町には警察官っていないの？いるよ一人。でもとてもポリとは呼べねえな。一日中その辺で飲んだくれてるよ。おい、忘れろって言ったはずだよ。いらんことしたらマジで殺される。その東条って男に？そう、東条には警察も手が出せないんだ。賞金目当てに東条の命を狙った奴らが何人くたばったか。So I hear they added price to Tojo's head. Yeah, man. That's fucking great. It means more money for us. Okay, so what's the deal with the cash delivery thing that Tojo was talking about? Something big. It's like taking the military money.
Heading to NASA? All right, good, good. What the fuck are you looking at? Me? Do I have something on my nose? 別に何も。はい。Yo, you're next. Oh, sorry. だから、周平さんですね。アルコール抜きじゃまともに喋れないよ。一杯あげて。警察官なの？うるせえ！この町じゃよ、取り締まるもなんかないので、平和な町じゃよ、我も失業だ。まだ仕事は残ってるはずよ。Hi, beautiful. So we meet again. Don't tell me. You with him? Why are you wasting your time? あんたたちそんなに女が欲しいならよそ行きなよ。Let me buy you a beer. Come on. Let's have some fun. Poor thing. Let me take care of you. You know what I mean? Come on. Why are you pretending?You know you came here to have a good time, right? So let's play. Fucking bitch! バカやめろよ！こいつら登場の仲間だぜ！ You fucking bitch!You wanna die? ごめんなさい、やめて。 It's over. I'll make you into a smashed potato. Oh. We have the cup here, you know? Huh? Oh yeah? And we have the fucking American Constitution, bitch! Now how is you?賞金稼ぎだよ。
賞金稼ぎ？赤っ端書かされたんだな。アメコがもっとマシな用心棒を雇え。その女どうします？そのうち遊んでやるさ。はい、ミスター東條、 You must be suffering by your stupid stuff. Hey, long time no see, motherfucker.例の輸送車は明日の朝9時に小倉基地を出発する。4号線を南下してナザの港へ向かう。いくら積んでんだ？ざっと200万ドルってとこだ。全部不正に浮かせた裏金だ。奪い取っても軍は表沙汰にはできん。詳しいんだな。サムは陸軍の内部調査室にいるんだ。不正を見張るのが役目さ。なるほど、悪には悪をだ。The band will be guarded by 4 men armed with M16s. Mr. Tojo, 最初に言っとくぞ。これは俺とサムで始めた山だ。だからわきまえは 50-50 だ。半分は俺たちがいたら。当然だな。Cheers for big money. まだ警官らしいところは残ってんのね。悪いことやね。早いとこに松をまとめてこの町を出てくんだ。当時はお前を生かしておかねえ。悪いけどバイク修理に出してんの。言っとくが、この町の墓の半分は賞金稼ぎが眠ってるんだ。関東の暴力団が東条暗殺に5000万の賞金をかけたのは3年前。今じゃ警察も東条に関する有力な情報には1000万の懸賞金をかけてる。情報だけじゃ警察動かねえ。それに東条の屋敷は完全に基地の敷地内だ。踏み込むことさえできない。警察から賞金もらうのも奴の首を持ってくしかないのさ。あなたはそのためにこの町に来たはずよ。15年前相棒が東条に殺されて以来ずっと東条を追いかけてた。何言いたいのか知らないけど俺にはもう関係ないことだ。それに俺にはもうそんな力ねえ。やつら今度は現金輸送車を襲う気よ。バーで聞いたってアキラっていう修理工が言ってた。だったらどうだってんねえ。俺の知ったことが。ああ、道場やりたいんだったらそれで勝手にやれ。
ないでくれよ。あんたとは関わりたくないの。もう巻き添えはごめんなんだよ。ガイドは任せろって言ったじゃない。ああ言ったよ、観光目的ならな。でもあんたの目的はそうじゃない。いた。だったら観光に出かけましょうよ。とんでもない女に捕まっちまったよ。安心して、ガイド料はちゃんと払うから。どうでもいいけどよ、そのナイフしまってくんねえかな。しょんべんちびりそうだよ。でどこ行けばいいんですか。あなたが知ってるんでしょ、昨夜の話。お前まさか。あ、観光日和だわ。下がたくさんいるんだ。全部お任せで自分は屋敷から出てこねえの。やったぜ。よー藤本、簡単に片付いたぜ。殺すなんて筋書きにはなかっただろう。おい、痛いこと言ってんじゃねえよ。よし、引き上げだ。ここでお別れだ。何？約束通り半分はいただいていくぞ。おい待て。金を分けるのは東条に届けた後だ。そう決まってる。いいか、てめえらのようなバカとはこれっきりだ。 We aren't killers.
相棒じゃないって。イカれてるよ。一体おめえ何考えてんだよ。あ？どうすんだい、こんなことになっちゃってよ。どうすりゃいいと思う？お願いだから死んでくれ。賞金稼ぎなら人に迷惑かけねえでくたばれよ。そんなに冷たくしないでよ、相棒。だから相棒じゃねえって。すげえ、これだけあれ一生住んでくらせるわ。なら持ってく、せっかく取ってきたんだし。冗談言うなよ、こんなヤバい金。道場にかけられた賞金よりも高額よ。恐れ入ったよ。あんたは賞金稼ぎ以上にクレイジーだよな。早く弾抜かないと手遅れになる。ほっとけこんな野郎。日系のアメコーだよ。日本の警察からも傷害容疑で手配されてる。日米地位なんとかってのに隠れて逃げ回ってんだよ。こいつのおかげで弾は浅かった。だが出血がひどいから持つかどうかわからん。死んだら死んだでしょうがねえよ。お礼をするわ。薬とか持ち出してくれたんでしょ。結構。金なんかもらったら俺もあんたの仲間だと思われちまう。おめえもだぞ。金なんかもらってねえよ。俺だって巻き込まれるのはごめんだ。俺はホテルをやっていけりゃそれでいいんだ。東条に怯えながら。あいつの子分たちもうちのホテルを使うことあるんだ。お前金なんかもらったことねえじゃねえかよバカ。そのポンコツ。宿泊代よ。前払いの安心でしょ。よ、あの金持って逃げんなら俺も連れてってくんねえかな。あんたの言う通りビクビクして暮らすぐらいだったらこっから出てった方がマシだしよ。この町は東条のもんだしな。なんであんたが出てくのよ。だってそのつもりであの金。この町から出てくのは東条の方でしょ。悪いけど私は逃げる気なんてないわ。おいちょっと考えてみろよ。あの金があったらな。お前東条が捕まれば金は警察が出してくれるでしょ。マジ。おいおい、分かったってば。俺たち相棒だもんな。でもよ、俺たち二人でどうすんだよ。もう仲間増えねえよ。そうでもないわ。その女ってのは例の賞金稼ぎがだと思います。東条さん、金は必ず取り返します。不意をつかれましたが、女一人ぐらいどうってことないですよ。女一人じゃなかったら。え、藤本が現場から消えたそうだな。まさか、奴にはとどめを刺した。東条さん、
藤本は生きてるわ。もう少しで手遅れだったけど。ケタラメだ。そんなはずはない。相当悪運が強いのね。笑っちゃうわ。藤本は最初からあんたたちのこと疑ってた。だから私がずっと見張ってたの。仲間がいたとはな。で、何しにここに来た？取引がしたいの。目当ては何だ？お金よ。あんたたちが裏切ってくれたおかげで、結局お金は全部こっちがいただいたわ。カバンが2つ。200万ドル。でも、藤本が私にくれるのはたったの10万ドル。それで？50万もらえるなら渡してもいいわ。お金も。藤本も悪い話じゃないでしょ。だからわざわざ来たの。なぜ自分でやらないんだ。それだけの腕があるなら怪我をした藤本を始末するぐらいわけないだろう。あんたたちと一緒にしないでよ。私はね、恨みもない。ましてや怪我してる人間を後ろから撃つような野蛮な真似はしたくないの。このまま。ダメならそれでもいいのよ。他の会で探すから。軍に戻して謝礼で稼ぐっていう手もあるしね。待て。今すぐ金のありかに案内しろ。さもなきゃここで撃ち殺す。脅しだってダメよ。脅しかどうか今見せてやるよ。よせ。いや、しかし。よせって言ってんだよ。なかなか利口な女だな。お金を増やすのって女の方が上手なのよ。藤本が生きてる証拠が欲しいな。さあ、どんどん飲んでシャキッとしろ、シャキッと。で、なんでっちゅうんだよ。仕事だよ、仕事。さ、東条の野郎しょっぴくんだよ。なんだって。やっぱうちも大事にする。おっさんの力がいるんだよ。お前、気でも狂ったのか。ああ、狂ったよ。だから正気に戻らねえうちに、おっさん、県警本部に連絡してくれよ。バカ野郎、やれるもんならよ、とっくにやってるよ、県警は。東条の屋敷はフェンスの向こう側だ。踏み込めないことぐらい分かってんだろ。だからサキが奴らを誘い出す。こっち側にな。サキ？あの無鉄砲女だよ。サキって。なんだよさ。まさか。お前ら一体何をやらかしたんだよ。貴様、何者だ。なぜ俺を助けた。東条を捕まえたいの。結構だな。東条やりたきやれ。だが俺の後でだ。そんな体で何ができんの。助けてもらったら礼はする。金を奪い返したらな。これのこと？そうか。貴様が女の賞金稼ぎか。私に協力すれば何らかのお礼はするわ。この金じゃなくて東条にかけられた懸賞金からね。断る。もう誰とも組まない。金は返してもらうぜ。嫌でも付き合ってもらうわ。やつだ。
ケリをつける。やっぱり来てはったのか。今確認した。お前を信じよう。で、段取りは？2時間後にマリンドライブのビーフ島に来て、私と藤本はそこで金を分けるわ。2時間後だな。必ずあんたが来て、あんたの姿が見えなかったらこの話はなしよ。ああ、必ず行くさ。しゃ、これで東条も袋のネズミだな。俺は東条をおびき出すただの餌ってわけか。顔色が良くなってきたわね。餌には元気よく泳いでもらわないとね。なんて女だ。お前ただの賞金稼ぎじゃないだろ。見届けんのよ、東条が裁かれる瞬間。東条とはどういう関係なんだ。聞いちゃ悪かったかな。別に構わないわ。答えないけど。こちら任意マリオン、損傷宝警部補、県警本部応答願います。任意マリオン、どうぞ。指名手配番号6-89、被疑者名東条高也につきまして、その所在を確認、検挙可能との判断につき人員の援護を要請します。了解しました。続けてください。ようよう、考え直す気はねえかい。この金二人で山分けってのはどうだい。もう誰とも組まないんじゃなかったの。気が変わったんだ。いい、下手な真似したらその場で脳天ぶち抜くわよ。ジャストモーメント。本気よ。お前言ったよな、協力すればそれなりの礼はするってよ。ええ、そのつもりよ。どう礼するんだ。ポリスが来ればとっ捕まるのは東条だけじゃない。俺も。I gonna be jail in my life。 まあ仕方ないか。さあそろそろ警官隊が来る時間ですよ。そう、あなたもう帰っていいわよ。なんだよそれ。もう大丈夫だから。ふざけんなお前、ここまで来て俺を追い返すのかよ。違うわよ。お前こっちだってな、俺命かけてんだよ。そうさせたのはおめえだからな。俺は絶対賞金もらうまで引き下がらねえからな。よっさ、警官隊どうしたんだよ。悪いが、警官隊は来ない。は？Thank you.
横も裏切りやがったな。すぅ、どうするしかなかったんだよ。痛いのかいのようにやな。本当なんてわ、俺はあんたの手当てを知り呼ばれただけだ。あ、何も知らん。一体何があったんだ。女が当時に捕まった。それのバカもだ。何が賞金稼ぎだ。金はどこに隠したんだよ。いいんだよ。やめろ、やめてくれ。もういいだろう。そのぐらいしてみよ。無事逃がしてやるって約束じゃねえか。金のありかを喋ったら逃がしてやるよ。このままじゃあんたへの礼もできないからな。俺たちを撃ったのかよ。美人が台無しだな。早く喋った方がいいぞ。熱いシャワーで汚れを落とせるぞ。遠慮しとくわ。着替え持ってくんの忘れちゃった。もういい、やめてくれ。だから話し合ってくれ。本気か？本気で言ってんのか？俺はバカだって。助けてやってくれ。その時はその時だよ。よさん、教える、教えるから、よさん。もう無理だよ。お前を知らせたくねえもんよ。さあ言え、金はどこだ。場所は。
名前なんつうの？忘れちゃったわ。先はどうすんだよ。シャラップ We must あんたの命の恩人じゃねえか。忘れたのかよ。だから助けに行っただろ。あれは返した。黙って金の隠し場所行け。どの墓だ。お前も埋められたいのか。十字架に赤いバンダナが結んである。その下に箱が埋まってるよ。スコップを取ってこいよ。大丈夫なのか。ああ生きてるよ。それより頼みがある。サキを助けたいんだ。ありたけの鉄砲と頑丈な車が欲しい。頼む。分かった、すぐに持っていく。今どこにいるんだ。分かった。やつは中央墓地だ。ご苦労さん。てめえみてえな野郎はカラスに食われりゃいいんだよ。食われりゃ。そう怒るな。お前にもちゃんと分け前はやるよ。いらねえんだよ、タコ。なら勝手にしろ。どこだ。手間が外れた。
なぜだ、なぜここまでやるんだ。あなたに返すわ、そのナイフ。そっくりだ。やめろ、誰だ、おい、おい、立派な警察官なんだよ。市民の平和を守ってんの。大丈夫、パパは平気だよ、君がこの足離さない限りね。おお、危ないよ。ダメじゃない、しっかり踏ん張んなきゃ。あの時の娘か。あの時を15年待ったのよ。先よ。
佐伯。前より良くなってる。当然でしょう。聞いたよ、去年までお前も警察官だったんだって。クビになったのよ。なんで？銃の不正使用。バンバーン。バッチつけてたって。できないことってたくさんあるのよ。手続きが済んだら懸賞金出るって。全部あなたのものよ。修理代とガイド料。忙しくなるわね、ホテルの仕事もあるし。いいのかよ、さっき。Must be a real love 叫んでも答えのない空に歌い続けるよ一つだけ real